メガネズです。です。ですです。今夜も30分間元気よく生配信でお届けしていこうと思いますよ。ぜひ皆さんもね、どうしたの？何があってるの？髪の毛抜けた。大事な髪の毛抜けたらしいよ。そう、やっていきますので、皆さんぜひね、よろしくお願いします。コメントなどね、ぜひ書き込んでいただければと思います。勢力無音の中やってると、なんかちょっと寂しい。曲お願いしますよ、曲。しばしお待ちください。さあ、今日もね、元気よく始めていきたいと思います。皆さん、コメント欄にね、自由にコメント書いていただければ、私、読み上げて拾っていきますので、ぜひコメントにね、コメントも書いてくださいね。よろしくお願いします。そして、この番組では、皆さんのリクエストを受付しております。はい、生配信で歌ってみてほしい曲がありましたら、はい、コメント欄に曲名とアーティスト名を書いてください。はい、シェイド君のギターが弾ければやります。私の歌が歌えればやりますので、ぜひねコメント欄に、歌ってみてほしい曲の名前とアーティスト名を書いてくださいね。お待ちしてます。さあ、ということで、はい、シェイドさん、お、はい、どうしたんですか？特に何も意味ないあ、夏ね、夏休みもうすぐ終わっちゃうね。いや、お盆休み明日で最後っていう人は多いかもしれないですね。そうだよ、そうだよ、そうだよ。世間の皆さんは、夏休みいつまでなんでしょうか。シェル君はこの間終わったんだよね。僕は、木曜日まででした。あ、そうなんだ。そう金曜日だけ出勤したの？水曜日までか。あ、じゃあ木、金、出勤して、昨日から仕事始めるで、ね、また明日から仕事か。休みもちょっと明日から休みか。そうです。そう、くっついてたらよかったね。まあ ね、 でもその販売業だからさ、休むと、休み明けが大変だったりするから。ああ、なるほど、仕事が溜まってってこと。そうそう、なるほどね。やっぱさ、そのシルク楽器をさ取引したり会社じゃない？はい。メーカーさんとかの休みに合わせたりするの？夏休みは合わせるよ。あ、そうなんだ。年末ゴールデンウィークとか、その長期休暇って言われる場合は、基本的には取引先の休みを聞いて、同じタイミングで入って1日早く始めることが多い。そうなんだ。じゃあ世間よりちょっと休みが短いんだ。そうかもしれないね。ああ、そうなんだね。そっかそっか。逆に年末とかは1日長くやってから休み入ったりするから。なるほどね。じゃあチュッてなってんだ。そうだね。そっか、取引距離は短いかも。休み、ああ、そっかそっか。その分やっぱマニーが入ってくるわけ。マニーは、いや、変わんないっすね。固定月給？うん、月給で働いてるから。そうか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 。ねえ、その辺ちょっとなんか社長お願いしますよって言ったらね、ボーナスとかで入ってくるかもよ。わかんないけど。いやー、どうですかね。ね、まああんまり深い話はちょっとできない。そうだね。このぐらいにしておこうか。でコメントいただいてますよ。あ、ようこさんこんばんは。見てくれてありがとう。そして服部さん、おかっぱちゃんは昔から声が高かったのって。昔どうだった？16年前。覚えてないけど、よく通る声だったのは覚えてる。すいませんって言うと、そうそう、え、居酒屋さんとかね、すごい重宝されるタイプ。ピンポンって押すやつがない、呼び鈴がないところの居酒屋さんではすごい、おかっぱちゃん呼んで呼んで、店員さん呼んでとかってめっちゃ言われるわ。そうそう、あ、分かった分かった、何パーぐらいの音量で行くみたいな感じで、何パーセントで行くとか言って、でまず 20% から行っとくみたいな、そういう遊びもできますからね。確かに。そうそうそう、はい。ね、あとね、私声がね、そう通るっていうのもあるんですけど、はい、早口すごい、早口。あー、滑舌もいいよね。あ、良い？うん、良い。でもね、ナタデココって言えない。ナタデココ。ナタデココ。そう、言いづらくない？ナタデココ。ナタデココ。てか、砂川敦って言いづらくない？砂川敦。あぶー。砂川敦は彼の本名です。そうです。シード君の本名。砂川敦って言いにくいよね。そうかい？砂川敦。あとね、7がね、連番になってる番号とか言えない。777。777。777。言いづらくない？謎なのだぞ。そこが難しいね。え、セル君じゃさ、新春シャンソンショーは
新春シャンソン賞。あ、イエレスラーズ新春シャンソン賞。新春シャンソン賞。早口言葉のコーナーだったね。3回言うのが難しいんだよね。もうそうなんだ。新春シャンソン賞、新春シャンソン賞、新春シャンソン賞。お、言えてんじゃん。普通に言える。じゃあさ、あの、これ、あのね、魔法使いの魔力、魔力。魔力。魔力を10回言って、魔力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 。はい、どうぞ。魔力、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 魔力。だんだんスピードがね、リタルタルとしてたんですよ。マリコ、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 マリオク、マリオク。途中でマリコ挟まりましたね、ちょっとね。そう、で、結構早口言葉って言えないのが楽しいよね。言えたらさ、ちょっとおおってなるけどさ、言えない方が面白いよね。そう、はい、昔からね、恋はこんな感じでした。そして、ね、コメントみんなありがとうね。ともえさん、福祉施設にお勤めなんですね。文句で正月なしでです。だって休みがないって。普通に週休2日とかなのかしら。ねえ。で、ランちゃん、あの、はい、謎のだぞ。はね、7の連続か。7。そう、しかも7って言うと7。そうだね。7777そう言いにくいね。本当に分かってもらえてよかった。そうなのよ。早口言葉ってでもね、なんかちょっと頭も使えるし楽しいし、ね、はいはい、多分あのお顔も使うから安心しくなるんじゃないかしら。早口言葉、ね、早口言葉若返り法とかやったらいいんじゃない。やっぱ早口言葉じゃないけど、言いにくいのはもうキャリーパミュパミュ。あーねー、あーねー、キャリーパミュパミュ。すごいパミュパミュの時にすごい口が頑張ってるもんね。キャリーパミュパミュ、キャリーパミュパミュ。言えない、キャリーパミュパミュ言いづらいねー。え、そのキャリーパミュパミュがあの M ステとか出た時にアナウンサーさんたちは大丈夫なんかね。キャリーパミュパミュ、そこら辺はやっぱプロだから変わらないんだね。でもラジオで、ラジオ毎日聞いてるんですけど、ラジオでそのキャリーパミュパミュさんの話になるときはみんな言ってる、キャリーパミュパミュ普通にスタッフって言ってる。キャリーパミュパミュ、日頃からすごい訓練をされてるんですかね。練習すると思うよ、うん、FM 横浜とか東京 FM とかで喋ってましたけど、はい、私すごく噛む方の DJ だったと思います。むっちゃ噛む DJ だったと思う、喋る。まあまあ、うん、すごい噛んでたと思うもん。まずね、ラジオの時に、よく、これこれについて、今日はこれこれについて、お話ししていこうと思います、みたいな。はい、あなたの〇〇エピソードを、ぜひメールでお寄せくださいとか言うんですけど、あなたって、私言えないんですよ。あなた。そう、あなたって言っちゃうんです。あなた。あなたのメッセージよって言っちゃうんですよね。本番、ね、練習して、あなた、あれだ、あなたって言ってんだけど、そう、本番にマイクここにすると、あなたって言っちゃうんですよ。よくそれ怒られてました、先輩 DJ に。あーって言われて、あなたですよって。ほら、知ってる人、知ってる人。あの男性の人。あー、うん、はいはいはい、あーたじゃなくて、あなたですよって。よく言われてましたからね。ねえ、すごい修行しましたね。すげえ怒られた記憶があるわ。ねえ。やっぱそのラジオ局で、シェイド君も喋ってたけど、はい、東京 FM で。ちょっとだけね。そうそうそう。やっぱ勉強になるよね。あの頃はね、うん、そんな余裕なかった。必死なあ、俺とかは。そうか、うん。その、確か15分間のコーナーとかで、そうそうそう、喋ってたんだよ。メンバー3人、4人バンドで、ボーカルのみゆきが、うん、がメインパーソナリティで、その2時間番組のうちの15分のコーナーを持ってたんだよね。そうそう、うん、バックのメンバー3人でやってたんだけど、そうそうそう。まあ、良くなかったね、きっと。ラジオって、香りも伝わらないし、色も伝わらないし、どういう形をしてるかっていうのも伝わらないから、全部説明していかなきゃいけないのね。例えば、私、ラジオの中で、料理番組やってたんですけど。え、やってたっけ？そうそう、もう一人のメインパーソナリティに料理を作ってくるっていう。あー、やってたかも。そうそうそう、弁当を作ってくるっていうね、やつやってたんですけど、はい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 、そう、やっぱその時はやっぱり、例えば、何色のこれこれがこういう香りをしていて、みたいな。うん、で、歯ごたえがこうでとか、舌触りがこうで、みたいな、うん。こういう味がしますっていうことを全部言わなきゃいけなくて。そう、その辺もね、結構勉強になりました。このね、生配信は、視覚的には伝わるんですけど、どうしても自分の知ってることって、相手も知ってるっていう感覚で喋っちゃうんですよ。
だから先ほどね、砂川敦史って言いにくいよねって言ったけど、初めてこの番組を見た人は砂川敦史さんって誰ってなるわけですよね、うん、そうそう、シェイド君のことなんですよね。そういうこととかめっちゃ勉強になるなと思って。確かに、そう、深いよ、深い深い、めっちゃ深い。まだね、これもう今もね、勉強しまくりの毎日でございます。真面目ですね。でシェイド君もね、だいぶ変わったよね、この番組始まりの時、ね、そうそう皆さんぜひね、この番組の、バックナンバー YouTube のおかっぱみゆきチャンネルで見ていただくことできるんですけど、ぜひこの番組の始まりの時ぐらいのシェイド君の喋り方ぜひ見てみてください。バックナンバーで今との差に驚きますシェイド君すごい努力かなと思う。めっちゃ努力してここまでしっかり喋れるようになってるから、どうでしょうかね。めっちゃ喋れるようになってる。でね、私の仲間でもさ、この番組に触発されて、はい、バンド仲間とかね、あとはね、ミュージシャン仲間とかも生配信やってみようかなと思って、ちょっと撮ってみました、練習で配信せずにね、録画してみましたっていう風に、はい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 、そう、言ってくれる子がいて、マジで、そうそう、あ、すごい嬉しい、影響をね、受けてくれて嬉しいわと思ってたんですけど、やっぱその子は、やっぱその初めてやったもんだから、はい、喋れないって言ってて、あー、まあでも、そう、俺も喋れないよ、一人だと。そう、一人で喋れないと思う。だから、そう、積み重ねだよって言って、最初はね、喋れなかったじゃん。でここまで喋れるようになってるってことは、努力を毎回毎回、週に2回ずっと続けて、ずっとね、継続してきたから、まあそれはね、ここまで喋れるようになったっていう。で、それがひいてはさ、ライブの喋りにもつながってるわけじゃん。あ、ライブね、ちょっと喋るようになったね、うん、そう、MC できるようになったから素晴らしいと。皆さん、シェイド君に大きな拍手を。バンバーイ。そう、ということで、まだね、最初のうちはうまくいかないことは当たり前でございますよ、うん、皆さん。私もね、全然ギター弾けませんし、ピアノも弾けません。一本指奏法でございます。だけどもね、続けていくことによって、うまくなるかもしれませんので、ぜひ、何かうまくいかないことがあっても、まあ、続けてやってみてもいいんじゃないでしょうか、というお話でした。はい。では、カバーソングに行きたいと思います。はい。シェイド君、めっちゃ喋っちゃった。15分喋っちゃった。これ30分間番組なのに15分も喋ってしまいました。大丈夫です。大丈夫。じゃあ曲紹介もね、今日のカバーソングの曲紹介をシェイド君、はい、よろしくお願いします。今日の曲は、チューニングタイム。今日の曲は、Yes。金魚花火です。大塚愛さんの。おお、と統治法ですか。深いね。強調したわけですね。曲名を強調したのかな、それとも大塚愛さんを強調したのかな。いや、今のは、はい、金魚花火って言っただけだと、うん、誰の金魚花火か分かんないかなと思って補足のスターということです、ね、素晴らしい、素晴らしいです。で、相手の立場になって、うん、素晴らしい。曲が始まらないでは聴いてください。
間違えましたね。間違えたね。みんな気づいた？どこ間違えたら。明らかに私たち変な顔をしたと思うんですけど、声には出さなかったんですけど、顔を逃げちゃったね。間違えたね。ねえ、間違えた。倍にしちゃったね、感想ね。そうですね。感想が倍になりましたね、長さ。突然倍にしたっていうね。まあ、これもね、ライブの楽しみということで。いいね、田中さんから、おかっぱさんの生配信のおかげで、知らない曲も知れて世界観が広がりました。ああ、なるほど、うん。いい曲が多いから、ありがとうございますって。それもあるかもしれない、ね。よかったね。うん、いいかも。私たちもね、リクエストいただいて、初めて知る曲とかね、あるので、すごい。うん。ねえ。だってさ、前回のさ、行くぜ、怪盗少女とか、多分絶対やらなかったもんね。絶対やらない、ね。Yes, yes, we are the 岡本人、メガネズ、シェイド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 、みゆきってやつね。すごい面白かったね。ねえ。課金はよろしくね。確かにね。ねえ。生配信のおかげでこう弾き語りで演奏するっていうことに対する抵抗が減ったね、うん、まあそうだよね。あの何年も弾き語りでやっちゃうからね。ダンスミュージックとかもやっちゃうからね。 できるやつはやる ね、はい、ね、できないのはグローブね。グローブ、いやーグローブ、そう、小室哲哉さんの曲はね、弾き語りでやるの結構難しい、ね、あとね、マークパンサー問題。あ、それもあるね。そう、マークパンサーちょっと頑張ってよ、シェイドくん。あれ昨日前回みたいなさ、うん、ああいうんだったらできる。どれどれどれ。前回もさ、その狙い撃ちんだな。そう、狙い撃ちとか普通にさ、うん、はぁーって言ってたじゃん。あはぁ、うん、あはぁ、はぁとかさ、うん、なんていうの、その本家の人は、うん、結構女性のさ、色っぽさをさ、うん、出してるところを俺が普通にはぁって言ってんじゃん。あああいう感じの、ね、ああいう感じのマークパンサーならおいけなくはないと思うけど、行きましょうか。曲によりますね。前なんかリクエストでフェイスいただきましたね。踊る君を見て恋が始まって。ただそれはあの、はい、もうちょっと先にしよう。修行が必要。修行が必要。おためりと一緒ですね。でね、日々日頃修行をして、それをね、練習の成果を発揮しましょうかね、はい、じゃあね。ねえ、はい。ミュージカルとかもいいんじゃないかって、This is me, oh, 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 ね。oh, oh, 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 This is me 知ってる？あれ、わかんない。なんだっけ？私もなんかね、誰かも、シェアした動画を見ただけなんだけど、はい、うんうん、すごい感動的な、うん。でもあれ結構コーラスが重要な気がする、うん、おこれはもうゲストボーカルが来る時とかね。そうだよ、ゲストボーカルね。前あの、うん、そう、エトゥさん、カメラマン、カメラマン、フォトグラファー2人だから、やったりしたからね。ねー、やったよね、はい、あとはジャズミュージシャンのアズさんとかね。あ、うん、アズさんね。そう、いろんな方、樺島恵美さんとかもね、はい、来てくれましたし、あとミキちゃんね、来てくれました。いろいろね、ゲストの方もお呼びしてやってるんですけれども、あのリクエストで曲がりくねった道の先にワインディングロード、はい、だ女性ボーカル1人に男性ボーカル2人っていうね、はい、やつなんですけど、男性ボーカル2人組の人呼べばいいんじゃないですか。そうだね、ゆずとか、うん、でかいとか言ったね。誰かいる男性ボーカル2人組。男性ボーカル2人組か、あんま知らないかもしれない。周りにはいないかもね。ねえ、そうかも、うん、でね、いっぱいコメント来てるよ、読んでっていい？読んでます。まずね、トモエさんね、アータって私が言っちゃうっていうくだりに対して、大泉洋さんもアータって言ってたよ、大丈夫だよって。アータはつって、そうそう、あのミスターに対してね、あーたとかね言ってたよね。そう、確かに確かに、水曜どうでしょうね。難しい、うん、で大竹陽子さん、たくさん拍手くださってます、ありがとうございます。そしてそして、あきらさん、初めて知って練習した曲でこのクオリティが出せてるのがすごいって。あー、嬉しいね、褒められると。ギターはどうなんでしょうね。どうですか。あのシェイド君がギターの心配してますけど、アキラさん、どうですか、シェイド君のギターは。ねえ、ちょっとその辺もコメント詳しくお願いします。お待ちしてます。ねえ、でね、松井さん、マークパンサーバレにやってほしいですって。やっぱりそのシェイド、シェイド、シェイドっぽくでもいいと思うけどね、うん、マークパンサーやってほしいって、頑張って、はい、ねえ、あれ難しい
けど、だいたいだってさ、すごい単調だから、マッパーさんってわりかしそのラッパー界隈の中では多分ね、あのラップをやるっていうのがなかなかハードルが高いの、そもそも照れくさい、それもあります。うん、なるほどね。歌ラップ、そのさ、ドラゴンアッシュみたいなさ、はい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 、歌ラップとはまた違うじゃないですか。例えばドラゴンアッシュだったら、熊本登り繰り返すっていう曲があって、はい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 、あれとかもあのラップ調はラップ調なんだけど、マークパンサーさんみたいなラップとはまたちょっと違う。あー違うよね、雰囲気ね。カラオケで歌ったりしてたし俺。え、悪そうなやつは大体友達は、悪そうなやつが大体友達なのは、あのジブラさん、ジブラさん、ジブラさんって言ってる、うん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 、なんだっけ曲ね、結構有名な曲だよね。うん、悪そうなやつは大体友達、今で雑誌のカバー、おー、そうだそうだそうだ、手量的なマイクを握りみたいな感じの曲、なんだっけ曲だね、ちったあれ、あの、あれはあの、なんだっけ、さあみんなここで、あー、違う、そうだ、それ違う、それは愛のみ終わり、終わりのない、違う、グレイトフルデイズだ、さっきのマラソンやつが大体友達の。おー、ねーねーにゃ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 ーってやつ、にゃー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 、あれ違う、そうかな、ごっちゃごちゃごっちゃごちゃ、さあ脳内がねちょっと迷子になってますけどね、引き続きちょっとコメント読んできますよ。ノノさん、コメントありがとうございます。ありがとうございます。前回の、行くぜ怪盗少女のところね、はい、私ね、おかっぱみきとメガネズバージョンに歌詞を書き直したんです、はい、そう、桃色クローバー Z のところをおかっぱみきとメガネズって書いたりとかね、はい、で、土日はよろしくねのところを生配信で、土日はよろしくね、週末ヒロインですのところを、はい、課金はよろしくねノープラン配信ですに書いてたんですね、はい、そこをね、気づいてくださって、お課金はよろしくねって歌ってるんですけど、課金はよろしくねって言ってるのかと思ったって、ね、それはグッズとか CD を買ってくださいって意味かな。課金系か、結構現金な歌詞になってそれもそれで面白いかもしれないノーさん、それでもいいかもね。ねえ、そしてアキラさん、はい、シェードくんっぽいマークパンサー、あの楽しみにしてるって、ワナビーっていうのさ、あ、いいいいいい、棒読みね、棒読み、え、むしろもう今のクオリティで十分だと思う、ワナビーって、うん、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、いいね、それでいこう、それでいこう。グローブさん、グローブとか小室哲哉さんの曲はね、うん、そのギターで弾くとずっと同じコード進行なことが多くって、うん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 、ちょっと単調に聞こえちゃうかもしれないですね。うん、リズムがすごいいっぱい入ってるじゃん。あー、そうだね。じゃ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 みたいなね。ランちゃんから、さっきおかっぱさんが歌ったグローブの曲、フェイスじゃなかったけどタイトルが覚えやすい。フェイスどういうとこだっけ？もうこれも迷子になってる。踊る君も見てはなんだっけ？あ、フェイスは鏡に映ったあなたと二人だ。あー、踊る君も見てはな。美しくもあるだっけ？あれ冬の曲なんだっけ？デパーチャーズ。デパーチャーズはどこまでも限りなくだよ。やべえ。Joy to the love とかね。スイートペイン。いつの頃かスイートペイン。会えない時の胸騒ぎ。だいぶ結構覚えてるね。昔の曲。いろいろコメントありがとうございました。あっという間に30分の過ぎちゃいましたね。そろそろエンディングテーマの曲、ちょっと時間なんですけれども、チェイロ君、じゃあ今日も曲紹介やってもらおうかな。はい、忘れてんの、曲タイトル忘れちゃった。いや、何言おうかなと思って。おー、何言おうすか。皆さんありがとうございます。おー、感謝の気持ち大事ですからね、はい、ありがとうって思ったらね、その都度言っていかないとね。そうですね、素晴らしいですよ、うん、素晴らしい、そんな気持ちを込めていつもありがとう。なんで笑うの。演奏します。はい、唇に歌声を。ブルーレイ時の合言葉、唇にいつも歌声を。涙がこぼれそうな時も、唇にいつも歌声を。さあ皆さん、今日も30分間お付き合いいただきましてありがとうございます。ノープランラマ
配信お楽しみいただけましたでしょうか。また来週お会いしましょう。